どうも皆様こんにちは、野田和真です。今日はですね、お芝居の動画ではないんですけど、お芝居の動画はですね、10月の後半にね、ブワーってたくさん撮る予定がありますので、今日はそのお芝居動画じゃなくて、野田さんはいつもなんかこうカメラとかね好きだとかツイートしてますけど、じゃあ実際普段どうやってショートフィルムとか YouTube とかを撮ってるのかっていうことで、今回はですね、機材紹介、僕がざっと YouTube を撮る、ショートフィルムを撮る上で使ってる機材を全て今日はご紹介していきたいと思います。そしてですね、最後に今から YouTube とかショートフィルムを撮ろうとしてる方にとって、どの機材が僕が持ってる機材の中で最低限必要なのかっていうところも紹介していきたいと思います。あとですね、お値段の方もね紹介していきたいと思いますので、最後に僕が持ってる機材の一覧プラスこれぐらい始めるんだったら必要だよっていうところもご紹介していけたらいいなと思います。それでは行ってまいりましょう。まずはですね、カメラですよね。やっぱり YouTube ショートフィルム撮るのに何が必要か、まず1番カメラです。僕のメインカメラはこちら、ソニーの α7M4、 こちらになるんですが、お値段の方がですね、ボディだけ、皆様ね、カメラって言ったらこの形を連想されると思うんですけど、実はカメラってボディとレンズでお値段が違うんですね。レンズを撮ったらこんな形なんですけど、このボディだけで α7M4 30万でございます。レンズ取り外したじゃないですか。で、レンズを変えることによって表現方法が変わったりとか、伸び縮みするレンズとか伸び縮みしないレンズとかで使い方が変わるんですけど、僕のレンズはタムロンの 28-75mm f2.8、 レンズだけで8万円です。なんでセットでざっと38万、これが僕のメインカメラです。動画もすごく 4K で綺麗に撮れるし、写真も綺麗に撮れるんですね。なんで、これは僕の必須アイテムです。じゃあ今撮ってるカメラは何なのかっていうことを紹介していきたいと思います。こっちで撮っていきたいと思います。メインカメラを変えました。どうですか、画質上がりましたよね。さっき撮ってたのはこちらですね、ソニーの ZV-E10 というカメラです。すごく小さいでしょ、撮り回しも良くてすごく軽いんですよ。レンズセットで8万2000円ぐらいで購入しました。画質自体はすごく良くて、普通はカメラっていうのはマイクをつけてそこで声を拾って編集でガッチャンコしたりするんですけど、本体で撮る音も結構綺麗で、はい、すごく僕のお気に入りカメラですね。これ1台あれば何でも撮れるかなっていう感じはするんですけど、まあ僕写真も撮ったりとか映画とかね、画質を追い込んだ撮影もしたいのでこれを使ってるんですね。画質はね、ソニーがちょっと頭一つ抜けてるかなっていう感じはしますね。あと撮りやすさ、YouTuber の人はね、ぜひスマホでもいいんですけどね、カメラ買うんだったら、ソニーが僕的にはおすすめでございます。じゃあカメラを変えていきます。カメラ戻ってまいりました。今 ZV-E10 で撮っております。でもカメラがいくら良くても綺麗な映像って撮れないんですよ。綺麗な映像を撮るにはもう一つすごく大事なものがあります。照明ですね。やっぱり光がないと肌も映らないし、ノイズも乗ってしまうので、次はですね、僕の照明を紹介していきたいと思います。 GO! まずはこちらですね、中国のどっかのブランドで買った Amazon の600球ぐらい LED が入ってる照明ですね。これつけるとね、はい、こんな感じでバチッ、この光っていうのをこうやって天井に当てて、天井から降り注ぐ光を僕が受けるって感じですね。これを切るとすごくこの辺が影になるでしょ、受けるとこんな感じ。この照明が6000円ぐらいだっけな。そしてですね、リングライトですね。こちらファンの方にいただいたやつなので、お値段っていうのはね、わかんないんですけど、これはですね、ここにコントローラーがあって明るさも調整できて、これは基本的に僕こう壁にぶつけて顔に当ててる感じですね。これがないと、切りますよ、はい、暗くなるんですね。はい、つけるとこんな感じ。照明の大事さ分かっていただけましたか。でもこんな大掛かりな照明ちょっとね、とっつきづらいなっていう方にはこちらがおすすめです。 Amazon で売ってる2000円ぐらいのコンパクト照明なんですけど、一回こっちのね、両端の照明を切りますよ。両端の照明を切るとね、こんなに顔が暗くなるんですよ。っていうのも真上に蛍光灯があるので影になっちゃうんですね。なのでこういう2000円ぐらいのちっちゃい照明でもいいのでつけてあげると、つけるとこんな感じです。まだ見れるでしょう。ないとこんなんなんですよなんで2000円の照明でもつけてあげることによって、これぐらいいい画質になるっていうことですね。はい、なので照明ってすごく大事なんですよ。はい、お次はマイクですね。画質は綺麗に撮るにはカメラを使ったり照明を使ったりして画質は綺麗になると、それは分かりましたと。いくら画質が綺麗でも
やっぱり音質が良くないと見ててストレスがたまるじゃないですか。なんでマイクって必須なんですね。僕が撮ってる今 ZV-E10 っていうのはマイク性能もカメラ自身でいいマイクを積んでるので、なくても撮れるっちゃ撮れるんですよ。でもやっぱり綺麗に撮りたいということで、今度はマイクを紹介していきたいと思います。僕が今つけてるピンマイク、こちらシンコというブランドなんですけども、こちらのワイヤレスマイクをつけております。こっちが受信機、こっちが、人につけるマイクなんですが、このセットを2つ買ったんですよ。で今僕ね、こっちにポケットに1つつけて、これをはわして胸元につけて受信機をつけてるって感じですね。1つ2万円します。2セット買ったので4万円ですね。やっぱりお芝居とか撮ってたら2人とか3人とか4人とかキャストの人っているので、その人に1つ1つつけていくためには最低でもね4つ欲しいんですよ。1セットにつき2つの受信機があるので2セット買わない、4つつけることができないので2セット買いました。続きましてこちらですね、このモフモフがついたロードビデオマイクロという8000円ぐらいかな、ちっちゃいマイクなんですけど、このピンマイクっていうのはワイヤレスなので遠くに行っても同じ音で撮れたりするじゃないですか。はい。でも基本的にはこのピンマイクっていうのはこの辺の音を集中的に取りますよっていうことで、僕と離れた人の音っていうのはこれは拾わないんですよ。あくまで僕の声だけを拾うっていう。でもこれは全体的に前の方の人の声を全体的に取りますよっていうカメラです。では一回このピンマイクをこちらのマイクに変えていきたいと思います。せーの、ポン。いかがでしょうか。全体的にね、あの前の方の音をしっかり撮りますよっていうマイクなので、なんでロケとかするんだったらこっちの方がいいかもしれない。誰かにインタビューとか僕自身の声を撮ったりとか。ただ注意しとかなきゃいけないのは、こうやってちょっと離れた時に音が小さくなったりするかなっていうところですね。8000円にしてはすごくいいマイクなので、まあ YouTuber さん、御用達のマイクなので僕も買ってみました。すごくいいマイクですね。続きましてこちらです。似てますね。このロードビデオマイクロが売れすぎて、他のメーカーもね似たようなマイクをいっぱい作ったんですよ。僕がもう一つ持ってるのはこちらですね。ウランジというメーカーから出てますサイレン Q1 というマイクです。こちらもね結構ロードビデオマイクロに似た形で音質もしっかり取れるので、こちらに変えていきたいと思います。こちらは3000円ぐらいです。ロードビデオマイクロが8000円に対してこちらが3000円ぐらいで買えるマイクです。音質比べてみましょう。せーの、ポン。いかがでしょうか。こちらロードビデオマイクロからウランジサイレン Q1 に変えてみました。値段はね半分以下、ほぼほぼ3分の1ぐらいかな。音質いかがでしょうか。結構いいと思うんですよ。もちろんロードビデオマイクロの方がお値段高いし、ロードっていうねまあ一級品ブランドなんでちょっと違うかなとは思うんですが、いい勝負してると思います。そしてこちら ZV-E10 の内蔵マイクです。このカメラ自身もマイク性能はすごくソニーさん頑張って作られてるみたいで、こういうね外付けのマイクとかなくてもしっかり音質の方を取れてるんじゃないでしょうか。はい、ピンマイクに戻しました。聞き比べてみたけど、やっぱり内蔵マイクもすごくいいんですが、こういうねピンマイクちょっとモコモコしてるなっていう感じはあるんですけど、ピンマイクの方がしっかり音は拾ってくれるし、こういう外付けマイクの方が音がクリアだなっていうふうには思いました。内蔵マイクもいいんだけどね。マイク編でした。続きまして三脚に移りたいと思います。三脚っていうのはこういうねライトとかあとカメラとかを支える台のことですね。はい、3本の足で立てる、この伸縮できる足と物を支える台のことなんですが、僕がメインで使ってるのはこの、ナショナルグラフィックだっけな、三脚で4000円ぐらいなんですが、これ2本購入してます。安い割にねしっかりと耐荷重も2キロぐらいあったりとかして安定してる三脚なのでお気に入りですね。でもう1本、これはねめちゃめちゃ軽いんですよ。指2本でつまめるぐらい軽い肩甲から出てる三脚ですね。耐荷重はねそこまではないんですが、めちゃめちゃ軽いのでロケとか持ち運びの時によく使ってます。2000円ぐらいかな。もう1つ、これが1本な感じで場所を取らないのですごく気に入ってるんですが、安定度はそんなないですね。下が三脚みたいになってて1本で、はい、場所を取らない。カメラを置くとね揺れちゃうので、あんまりカメラを置くっていうよりも照明とかそういうのを置いたりしてます。 Amazon のどっかのブランドで3200円ぐらいだっけな。全部でこの4本使っております。
そしてお次はタブレットでございます。スマホのでかい版みたいな感じなんですけど、撮影の際に使ってるタブレットが2つあります。まずこちら iPad Air 5ですね、こちら8万円ぐらいです。で、なんでこのタブレットを使ってるのかっていうと、台本を置くこのタブレットで見ながら撮影してたりするんですね。やっぱり紙だとかさばるというか、こうぐしゃぐしゃになっちゃうし、これはこれで、ペンが使えたりとかしてね、補足とかもね書き込んだりできるので、すごく iPad 重宝しております。あとですね、もう一つサブの Amazon で買った Fire HD10 ですね、これも使ってたりします。これは1万円ぐらいでセールの時に買ったかな。この2つを台本書き込んだりとかしたりする時に使ってますね。スタンドにつけてカンペとして読みながらやってます。はい、最後は編集するパソコンを紹介していきたいと思います。パソコンは3台持っているんですが、その3台をね紹介していきたいと思います。まずはですね、僕のメインパソコン Windows ですね。2つの画面で編集しているんですが、1つはねこの素材置きって言って、 BGM とか効果音とかいう音を1つ置いて、挿絵だったり素材置いて、1つの画面は素材置き、こっちを編集画面にしております。このパソコン自体が12万ぐらいだっけな、モニターが1つ1万3000円ぐらいなので、全部で16万ぐらい、はい、しております。じゃあ持ち運び用のサブパソコンが、こっちは Mac ですね、 M1 MacBook Air ですね。こちらが動画にもしてるんですが、僕は裏技を使って9万7000円ぐらいで買いました。これね、すごくいいパソコンです。めちゃめちゃお気に入り。キーボードが打ちやすいんですよ。なんで文章とかはね、基本僕こっちで書いてます。こっちは編集2つ画面があるんで、素材を置いたりとかして便利に使ってます。で、もう一つ富士通のノート PC なんですけど、これはね、とにかくね軽い、めっちゃんこ軽いんですよ。 700g とかじゃないかな、同じぐらいサイズのノート PC の半分ぐらいの軽さなんですよ。性能もね、普通に使う分にはね悪くないので、これはサブとして使ってますね。サブのサブぐらい、3万ぐらいかな、中古で。はい、というわけで今回はですね、ざっと、ショートフィルム YouTube で使用している機材を、紹介していきました。今回紹介したものをざっと合計金額計算すると80万円ぐらい、80万円ぐらい僕はね機材にぶっ込みましたね。これが最低限、今から YouTube とかショートフィルムとか撮るのに最低限必要だなって思うのを僕がピックアップするとするなら、こちらです。ソニー ZV-E1082,000円、アマゾンで買った LED6,000円ぐらいですね。三脚は健康の三脚1,700円、 M1 MacBook Air 10万円、まあ全部で20万円ぐらい。最低限これがあればショートフィルムとか YouTube とかしっかり撮っていけるのかなと思います。もちろんね、スマホ1台で撮影編集っていうのも軽いものならできたりするんですが、最低限20万円ぐらい機材に投資する価値はあるのかなっていうふうには思いますね。というわけで、今回はですね、日常的に使っているものをざっくり紹介する動画になりました。ほとんどの人がね、もしかしたら興味ないかもしれないですが、機材オタクの方、僕とね同類の方とかはね、見ていただけて楽しんでいただけたんではないかなと思います。それでは次はお芝居動画、楽しみにしていてくださいね。10月後半からねしっかり撮っていくので、このチャンネルが面白いと思ったらいいね、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。コメントなどいただけるとね、今後の励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。